ダイハツ。あなたはあれを体験したのか。意義あり。あれじゃよくわかりません。とにかく経営がここまで進化するなんて、俺は事件です。新ムーブ、まもなく。ダイハツ。あれとは経営初の先進技術、スマートアシストですね。はい。なぜ経営にこんな技術を。それは低燃費だけじゃない。ダイハツ新ムーブ、詳しくはウェブで。裁判長、ウェブです。それよくある。ダイハツ。ガソリンスタンドにあまり行かなくなった。低燃費なので。嘘だ。ミツル君、ずっと待ってたのに。本当にリッター29キロなの。はい、満タン。よそでやれ。リッター29キロダイハツ新ムーブ。ダイハツ新ムーブの進化はクラストップの低燃費に目が行きがちですが、まだ他にも。はい、基本性能をぐっと高めたことで上質かつ快適な乗り心地を実現しました。証拠は。そんなの目に見えないじゃないか。はい、と同じなんです。はい、それは目に見えないが確かに感じることができる。きっと乗って感じちゃってほしい。低燃費だけじゃない。ダイハツ新ムーブ。